でも分かんないから目分だけど、でも明らかに私が今まで行ったバスの中で一番長いんですよね。それそうだ。ここはね、魚多いからね。Thank you.
っしゃ。おお。来てた。釣るべき。うん。やっぱこれなんだな。あ、いたいたいた。よいしょ。やっぱこれなんだな。これ。やった、綺麗なバスだなこれね。よっしゃ、まあ40ぐらいかな。とりあえずウェルカムフィッシュ。ありがとうございます。もうちょっとインサイドだった。わあ、すごいな、ゴミ。引けたもんじゃねーです。あ、食ってるわ。お、待って。あ、え？お、でかい。マジ？でかい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 。来た、来たよ、久々。久々池原くりに来た。久しぶりだよ。でかい、ジャンプしないでやめてやめて。わー、でかいでかい。おお、やばいやばい。えぐくないこの引き。この引きやばくない。これが池原だよ。絶対取りたい。久しぶりだよ。一回ジャンプしないでやめてやめて。えぐくないこの引き。この引きやばくない。これが池原だよ。絶対取りたい。
ちょっと待って、ちょっと待って、いや明らか過去一なんだけど、いやいや、でかいってこれ、もう希釈の時間だから持って帰ろう、桟橋に、ボート屋さんに持って帰ろう、ダイビングのあれ入れて、よし、ちょっと待って、いや、でも分かんないからまだ目分だけど、でも明らかに私が今まで釣ったバスの中で一番長いなと思った。って言ってるもんね、まだ。今、まあ、一応釣れたのがエクスプライドの169ヘビーロッドで、とアンタライトのメタニウムの PC に 7g のフリーリグシンカーにブレスオクラリでカスミスペシャルっていうカラーがもう私一番好きで、ギャーラのさっきの場所でももう何回も釣ったことある、結構どこでも超過上げてくれる、もう本当に私これが一番得意っていうか、もう右腕みたいな感じでどこ行ってもこれ投げてたんだけど、いやまだサイズは分かんないけど、でも一番好きなリグで釣れたから、それはめっちゃ嬉しい。もうサイズがあればね、分かんないけど、まだちょっと今から講師さんに。やばい、めっちゃ緊張する。わかりました。いや、危ねえな、これ怖いよ、これ酔ってくるからね、閉じて帯だと。なんで？ 8.5 です。8.5 だ。え、ないのこれ？ないの？嘘。あ、でも自己記録は更新してる。自己記録は更新してる。1.5cm。57最高だったから。え？何ですか、何ですか、これ。え、ないの。重さも測ってください。はい。尻尾のようにエイプリルだってください。A サイズですね。本当だ。はい。30かな。はい。うわ。いい魚ですね。ないよ。60ないよ、これ。ガチ録終わらんねえ。はい、お疲れ様でした。いやー、衝撃的でしたね。いや、実は今回4日間、今日が1日目で4日間池原直行するんですけど、後半の2日間はロケで来てるんですよ。あとはロケの撮影があって、でその前に自分のガチ録の収録をしに前乗りして来てるんですね。でそのロケの内容も60を追っかけるっていう、私がもうそのプレゼンをしたんですよ。今私は60追っかけてるんだって、じゃあいいねってなって、それじゃあうちで撮るよって言ってくれて来てくれるんですよ。で今日ね、正直やっちゃったと思ったんですよ。6は6出したかもしれないから。でそこでもう
なんかちょっと寂しい気持ちになって、あ、終わっちゃったっていうのもあるし、あ、番組の前に釣っちゃったみたいな。でもめっちゃ嬉しいし、もう何この感情みたいな。でも結果ね、なかったんでねまだまだガチ録続きますけれども、まあ、あと3日間、この池原での兆候が残ってるんで、まあ、今日1日やっていろんなヒントはつかめたんで、まあ、あと3日のどっかで60出したいな。必ず出せるように、頑張っていきます。はいもうちょっとあんまりなんかいろんな感情すぎてまだちょっと落ち着いてないから、あんまり言葉がうまく出ないんですけど、まあ、とりあえず1日目お疲れ様でした。